はい、こんにちは、なすけです。ということで今回は腹筋を鍛える前に知っておけばよかったこと9選ということでですね、腹筋割りたい、そんな女性も男性もいらっしゃると思います。その前に僕がね、知っておけばよかったな、知っておけばこれ継続できたし腹筋もバキバキ割れたな、うわーっていうのをねご紹介します。ということでね、早速一発目からご紹介しましょう。はい、行きましょう。他の筋肉よりも育つのが遅い筋肉っていうのは特徴がありまして、部位によってね、育ちやすい育ちにくいっていうのがあるんですよ。なんでかっていうと、速筋とチキンとかって言ってね、筋肉の中にもいろいろ種類があって、腹筋はねチキンっていうね、遅い筋肉って言われてます。遅い筋肉どういう特徴があるのっていろいろあるんですけど、その特徴の一つに瞬発力がね出せないっていう特徴があります。速筋に比べて瞬発力が出せないと。つまりですよ、瞬発力を出して筋肉を育てていくのに、なかなか瞬発力の出づらい腹筋です。これはねちょっと育ちづらいんじゃないかなって僕は思います。僕の体感的にもやっぱり胸筋とか背中とかね、そういう筋肉に比べて腹筋っていうのははるかに育つのが遅い。だからね、なんで育ったんこいつ、頑固、僕のおじいちゃんよりも頑固もちろん僕のおじいちゃんは優しいっていう感じでね、これを知っておくとね、心も砕けづらいんじゃないかなって思います。形は遺伝、筋肉の形っていうのはね、ほら見て、腹筋の形僕こうなんですけど、腹筋は割れてた時もポンって出しときます。腹筋の形ってね、これ決まってるらしい。まあね、この形っていうのはね遺伝って言われてます。僕の場合はね4パックなんですよね。一番下の台が結構出づらくて、本当はね6パックなんだけど、一番上の腹筋がちっちゃいから4パックに見えるっていうのが正しいですね。4パックの人は横川くんとかシュワちゃんとかね、結構有名な人だと4パック、そういう人たちがいるんですけど、まあやっぱり憧れるのって6パック。僕もね6パックになりたいって思ってもね、やっぱ慣れないらしい。なぜなら形は決まってるから。これは腹筋に限らずね、肩とか胸とか背中とかも全部そう。これは遺伝なのでね、そこはね割り切った方がいい。なんで6パックになんないの、あいつなんで6パックなの、え羨ましい、おい遺伝かーってね言うかもしれないですけど、僕もね4パックなので、4パックの人は仲良くしてください。鍛えても割れない、腹筋やろうぜ、腹筋やろうぜ、よし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 、割れたの、割れてないじゃんっていう人。腹筋っていうのはね鍛えても割れない。まあこれにはちょっと語弊があって、割れるんだけど、みんな割れてんのよ実は。腹筋ってみんな割れてんの。なんでじゃあ腹筋が割れて見えてる人と見えてない人がいるのか、これはね絶対的に脂肪があるかどうか。僕もだってさ、力抜いたらよ、いくよ、これあんま見せたくないけど、こんな感じなんですよ。脂肪が乗ってるから、なぜなら。で、僕がね、絞れてるとバーンってね、腹筋がね、飛び出てくると。これはね、僕腹筋めっちゃやって、こんな体になったわけじゃなくて、食事制限をして、こういう体になりました。ローファットっていうね、脂質を抑えて行う食事法によって、こういう体になっていくんですけど、その食事法とかフル食とかでね、詳しく説明してるので見ていただきたい。つまりですよ、鍛えてど、鍛えてど、間違えた。鍛えぜよ、鍛えぜよ。鍛えど腹筋っていうのは割れない。なぜならもう割れているから。トンチみたいですね。割るためには食事制限が一番手っ取り早いということです。 YouTube は腹筋動画が伸びる。加えてですよ、なんで筋トレ YouTuber は腹筋の動画をたくさん出すのか。ここにはね、みんな腹筋を割りたいっていうね人が日本中にいるわけ。腹筋割りたい、腹筋割りたいって、胸筋を割りたいっていう人いないじゃないですか。まあ割れないんだけどね、うん、腹筋割りたい、腹筋割りたいっていう人がいるからこそ、腹筋の動画っていうのは需要があるから、みんなね筋トレ YouTuber は腹筋の動画を出すんです。だから腹筋をやって本当に割れるとはみんな思ってないと思う、 YouTuber の人。じゃあなぜ腹筋の動画を出すのか。これは腹筋はね、ただ単に割れるっていうより腹筋を鍛える、そしてそこに需要がある。だからね動画を出してます。やる人も結構多いと思います。僕もねこれやったら絶対割れるなんて動画は僕は出さないし、あくまで腹筋を鍛えるとか下腹部を狙ったとかっていう、そういう意図で動画を作ってます。この YouTuber 視点のね考え方も結構ね頭に入れておくと、あ、腹筋だけやっても筋って割れないんだって分かってきます。腹筋が嫌いな人が大半。正直言うとですよ、腹筋好きな人いんのっていう感じ。本当に腹筋が好きな人はね、やっぱ腹筋が強いと思うんだけど、僕の周りの筋トレ好きはね、どこの部位好きなんですかって言ったら、やっぱり大体胸とか背中とか肩とかっていう人もいるけど、腹筋って聞いたことない。僕だけかもしれないですよ。周りに腹筋好きがいないだけかもしれない。だけど大体ね、この世界は統計でできてますから、僕の周りに10人いないって言ったらね、周りの人も多分10人いないんですよ。
いてね、100人にね、3人ぐらいと思います。多分ね、これ多分ですから。だからね、逆に言うと腹筋の好きな人っていないから、うわ腹筋やんのやだなっていう感情は当たり前です。だから腹筋をやった自分をね、盛大に褒めてあげてください。腹筋をやるっていうのはそれだけで人よりも違うことをやれてて、人が嫌だなって思ってることを自分がやれてるってことだから、誇りに思ってください。部分痩せはない、腹筋をやって誇りに思えと言ったそばから部分痩せはねえというわけです。まあこれはね、真実です。腹筋だけやってお腹周りの脂肪が落ちる、そんなことはない。僕はもうね、それをね、幾度となく経験してきたし、フィットネスでね長くやってる人はもう分かると思う。脂肪っていうのはゆっくり全身がね、ゆっくり平均的にこうやって落ちてくるんですよ、脂肪がね。だからね、顔だけ痩せるとかね、お腹だけ痩せるというのはね、ほぼない。多少あるかもしれないですよ。多少ずっとお腹やってたら、ほんと多少だ、ほんとにねないんですよね。だから腹筋やってお腹の脂肪が落ちるっていうのは、一旦考えを改めた方がいいです。横腹は最後に落ちる。見てほら、僕もね減量1週間ぐらいだったけどね、脱力してほら見て、この横腹がやっぱあるのよ。つまめるの、つまめんの、これね、絞れてたら僕つまめないんですよ。つまめないぐらいね、絞ることができるんだけど、部分痩せはできない。かつ脂肪が落ちるのにも順番があります。しかもお腹が最後、お腹がね、もうね最後なのよ。最後、めちゃくちゃ最後の方にお腹のこの横腹のねところが落ちるの、一番気になるところじゃないですか。もうね、嫌になっちゃうよね。一番気になるところが一番最後に落ちるという、マジで。でもね、これがまたフィットネスのね面白いところですね。腹筋は最大の武器になる。今まで話してきて結構ねネガティブなことばっかり話してきた。部分痩せはしねえ、お腹周りの脂肪最後に落ちてたの、じゃあダイエットで腹筋が見えるの最後じゃないですかっていう話、まあそうなんだけど、逆に言えばね、この最後のところまで到達できる人いないんですよ、なかなか。だから腹筋を鍛えたい、じゃあなんで腹筋鍛えたいの、それはかっこいい体になる、じゃあなんでかっこいい体になりたいの。やっぱりね、自分は深掘ると、まあ、承認欲求、ここにたどり着くんじゃないかなと思います。そんな中でね、他の人と違う武器を持っている、腹筋、他の人がねもうきついとか最後だからとかって言ってなかなか出すことができなかった腹筋が自分のね武器になったら、これはね最高の体に、誰にも手に入れることができない最高の体になるんじゃないって思います。だから僕もね、みんながやらない腹筋を僕は一生懸命やりたいなと今年も思ったし、日本大会前もね本気で腹筋をね鍛えまくったら、やっぱね多少大きくなりましたね。チキンといえどやっぱ成長はしますから、多少大きくなりました。高頻度が育ちやすい。じゃあ最後ね、腹筋何やればいいのって、結局何やればいいのっていうことなんですけど、まず食事制限、そして腹筋をやることによってね、みんなやらないから武器になると。腹筋は育ちます、遅いけど育つ。だからね、根気よく根気よく続ける。チキンってもう一つ性質があって、疲労回復が早い、そして疲労しづらいっていうね特徴があります。この特徴を生かすと、高頻度でねいろんなボリュームの高い腹筋のトレーニングがすることができる。なので高頻度トレーニングをすることで、筋肉っていうのはボリュームが大きいほど育ちやすい傾向にありますから、高頻度で腹筋をやってあげると腹筋っていうのは育ちやすくなります。だから胸筋の後に腹筋を鍛えるとか、背中の後に腹筋、お尻の後に腹筋、こんな感じで腹筋をねハッピーセットみたいに考えるといいかもしれないです。はい、ということで今回はですね、腹筋を鍛える前に知っておけばよかったこと9選ということで、僕が感じたこと、そして今ある知識をねこの動画に収めました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。